また村が魔物に襲われて壊滅したそうだ。この国はもうダメだ。リュクス王家は神の怒りを買ったという噂だ。それでここ何年も魔物がこんなに湧いているのか。ディストロン軍だ。ディストロン軍が進軍してくるぞ。我はディストロン軍の四天王十本木バック。我らが冥王ディスティニー様の命を受け、この国を救いに来た。早く門を開けないか。魔物に怯える呪われしこの国も我々が楽園に変えてみせようではないか。魔物など一掃してくれるわ。国王陛下、神により城門が開けられてしまいました。ここも時間の問題です。民が、そんな。ソランジュ、剣の祭壇に行くのだ。はい。剣を抜け。高度を持つそなたならできる。その剣を持って落ち延びよ。父上、急げ。頼んだぞ、コード・オブ・プリンセス。城も陥落したそうだ。デラクシア王国の兵たちも魔物退治で疲弊していたからな。魔物退治できなくて何が軍隊だ。冥王ディストロン軍に陥落されてよかったんだよ。これでもう魔物に怯えないで済むの。ああ、もう安心だ。ありがとう。あなた大丈夫か。よく生きてたな。この剣の力かしら。ずいぶんと立派な剣だな。こりゃ高値で売れそうだ。売る？そうだよ、私は盗賊。助けてやったお礼にそれくらいはいただかなくちゃ。これだけはダメ。大切なものなの。リュクス、え、王家、リュクス家の第一王女、ソランジュ・ブランシュ・フルールド・リュクスと申します。ソランジュ・ブラッドリ、ソランジュでよろしくてよ。王女様かよ。私はアリ。悪いことは言わない。早く逃げた方がいいぞ。城は陥落した。陥落？そんな。お父様、お父様は。この調子じゃもう。すぐここにも冥王の兵が来るぞ。どうする？この剣を守らなければならないの。それが私の使命なの。それじゃズラカルトしようか。ついといで。ありがとう、アリ。仕方ないさ。これも何かの縁だろ。急がないと追っ手が来るよ。何これ、ずいぶんね。アルケミーか。これじゃダメなんじゃない？このありさまでは剣も折れているだろう。回収は失敗だな。ディスティニー様には何て報告するつもり？お前から報告しておいてくれ。やだ、超面倒。そっちで報告しておいてよね。
こっちに逃げたぞ。なんだ？何かしら？貴様らだな。戦場跡を漁っていたのはいかにも盗賊風情が。げっ、とばっちり。言い訳無用。ディストロンの力を見せてくれるわ。街中にトロール？冥王軍が魔物を連れて？どういうことだ？はっはっは！安心しろ。冥王ディスティニー様の力により服従した魔物たちだ。魔物が服従だって？安心しろ。服従しない魔物どもは討伐してくれる。うわあ！アリー？なんかあのトロールにじっと見つめられてるんだけど。嫌だな。いや、そんなエロい目じゃなくて殺意の目だと思うんだけど。さあ、恐怖に震えるがいい。こっちこっち。よそ見してん。くらっ。そらよ。よそ見してんじゃないよ。よそ見してんじゃない。よそ見してん。どこ見てんのさ。くらいな。こっちこっち。
よそ見してんじゃな、こっちこっち、この、いや、とりあえず、えい、暗いな、えい、ほらよ、えい、とりあえず、えい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 、暗いな。とにかく急いで応答でよ。魔物まで手なずけてるなんて厄介だな。冥王軍は見つかったら厄介だ。裏道を行くよ。墓地の谷を抜ければ私の村ペリダートだから。墓地？お化けが出ないかしら。冥王軍よりはマシだよ多分。さあ、この墓地を抜ければ私の村だ。あれは？ん？冥王軍？私怪しいもんじゃないよ。パーツを探してただけ。パーツ？何のパーツだ？この体は仮の体。腕がダメになったから代わりを探してたんだ。そうして、このゾンビが！ゾンビじゃない、ネクロマンサー。あいつドクロに喋らせています。パペットマスターかなんかじゃないですかね。パペットマスターなのは右手の元持ち主。わかるかな。わかんねえだろうな。なんでもいいわ。お前が怪しいことぐらい理解しろ。やれやれ、今日は変な奴らのオンパレードだな。関わるのはやめやめ。あなたたち寄ってたかっていたいけな少女を、恥ずかしくないのですか？私が相手になります。関わるなって言ったそばから。貴様らも仲間だな。ああもう分かったよ。ああ仲間だ仲間。かかってきな。ま。私が相手になります。当たれ。はい、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 行きますわよ。さあこの一撃で。さあとどめますか。さあお願い決めます。とどめですわ。癒される。
恍惚としてるよ。この剣から不思議な力が溢れている。私の体はこの通り死人の継ぎはぎだから、癒しの魔法を受ければ逆効果。でもこの剣はその体を。面白い、ドクロが代わりに喋るのね。舌を落としちゃったから喋れないんだ。それで墓場で舌を探してたの？いや、二枚舌の時もあったけど喋るの飽きたし。これからどこ行くの？なんで？私もついてくから。ちょっと、何勝手に決めてんのよ。パーティーにゾンビは必要ないんだよ。ゾンビじゃない、ネクロマンサー。魔法の力で不死の体なだけ。本当の体は美少女だし。やべ、指取れた。いや、美少女だろうがなんだろうがパーティーメンバー募集してないし、冥王軍に追われて逃走中だし。でもアリ、さっき仲間って言ったじゃない。それに困ってる人を放っておけませんわ。そうだそうだ、わかったよ。私はアリ、こっちが元王女のソランジュ。ああ、陥落したリュックス家の。そう、私たちが追われている元凶。私は魔導士レディーゾゾ、みんなはゾゾ子って呼ぶよ。この杖はカプさんとスケさん。カプさんがおしゃべり担当で、スケさんが詠唱担当。カプさん、スケさん、ごきげんよう。行くよ、ソランジュ、ゾゾ子。あの体験はまさに伝説の聖剣。これは報告せねば。ディスティニー様、今日もお美しい。恋してもいいのよ。身に余ります。それに心に決めた女性がおります。つまらない男。あれはまだ？必ず見つけ出します。今しばらくお待ちを。ジュポンギ様、見つけました。あれは確かに聖剣かと。でかした。貴様なかなかやるじゃないか。野郎ども、出陣だぜ。アイザー、いかん。いつまでも盗賊団気分が抜けないやつだな。俺たちはディストロン軍の精鋭部隊になったんだぞ。アイザー、お前たちも大変だな。ん？ライオンゲートじゃないか。冥王ディスティニー様からこの国を授かるのは俺様のようだな。聖剣が見つかったのか？な？あの子男はな？おっと、いかん、出陣だ。さらば！
果じゃないの。聖剣見つけましたと言ってるのと同じじゃない。確かにホームラン級のバカだな。それよか聖剣折れてないじゃん。ああ、あの崩落でも無事とはさすが聖剣だ。一緒に来るか。めんどくさいことはそっちでどうぞ。あの剣を抜けるのはただ一人。オンブル、ソンブル。はっ、ただいま。聖剣を追うぞ。承知しました。ここが私の村、ペリダートだ。あれ、また会ったね。ん、誰だっけ。綺麗なお姉さんたち、助けて。僕、そいつを引き渡してもらおうか。なんです、あなたたち。子供相手にそんな大勢で、卑怯ですわ。なんだと、口答えするか。問答無用かよ。ディストロン軍は立ちが悪いな。お、まったくです。騎士の風上にも置けませんわ。お前はどこかで。あんたは目立っちゃダメだろ。だってそんな格好してりゃ目立つよな。デュフ。もうエッチ。このエロ親父呪ったろか。なんだと。そっちの格好がけしからん。全くもってけしからん。確かに、おっぱいがいっぱいだ。あ、一人だけぺったんこがいたや。めんごめんご。このクソガキ。おっさん、いいぞ。こんなやつどうにでもしてくれ。ダメよ、アリ。結局どうすんの。みんな、僕のために争わないで。こいつ、マジムカつく。わかったぞ、そいつソランジュ姫だ。道理で。バレちゃ仕方ないね。やるよ。うほ、ラッキー。そんじゃ、あとはよろしく。お前も…こいつを狙っちゃおうかな。狙っちゃおうかな。でもくっすごいな。
すごいね。当たれ。オンブル様。の酒場、冒険者たちはここで仲間を探すのさ。へえ、私が仲間になるの渋ったくせに。成り行きでパーティーを組んだものの、この3人じゃどうにもバランス悪いだろう。わかりませんわ。回復役がいないじゃないか。別に困らないぞ。ゾゾコは不死身だからだろ。私たちは普通の体だから、死んだり傷ついたら困るの。てめえ、話は聞かせてもらった。無視かい。仲間を探しているんでしょ。さっきのお礼に僕が仲間になってあげるよ。間に合ってます。あんた遊び人でしょ。お呼びじゃないんだよ。探してるのは回復役、僧侶か、せめて賢者でないとな。まあまあまあ、僕もうじき賢者になるんで。あ、ほら、遊び人だからなんとか書もいらないしさ。ああ、助かるわ。よかったわね、アリ、賢者の仲間よ。だから遊び人だろこいつ。僕アレグロ、2万飛んで16歳。ソランジュ、どうぞよしなに。ゾゾコだよ、よろしく。マジでこいつを。わかったよ、盗賊アリーだ。みんな、ありがとう。お礼に僕の新曲を捧げます。聞いてください。半殺し。おやおや、えらく賑やかだね、アリー。もまあね、立派なパーティーが結成されて喜んでたとこさ。いや、立派だなんて照れる。おめでたいね。嫌味に決まってるだろ。仕事が欲しけりゃいつでもおいでな。王国軍の残党討伐依頼が早速来てるのさ。なんでも王家の姫が落ち延びてるって噂だ。考えとくよ。あなたたち。おはぁ、姫じゃねえか。情報通りだな。なんだお前ら。俺の名はオンブル。そして俺の名はオンブル。違うだろうが、俺がオンブルだろうが。ああ、なるほど。俺の名はソンブル。二人合わせてオンブルソンブル。なんか変なの来た。オンドレモンドレ、オンブルソンブルだ。さあ、聖剣を渡してもらおうか。お断りですわ。なら殺して奪っていくだけだがな。貴様らなど俺様一人で十分だ。いやいや、ここは俺が出れば十分だ。そうだな、お前の力を見せつけてやれ。ああ、もちろんだ。お願い。
ございます。私が相手になります。私が相手になる感じですわ。私が相手になります。やこの一撃でどうぞ。行きますわよ、行きますわよ、行きますわよ。様が破れるなんて。脱線。